わあ、ここにも毒沼あるの？わあ、なんかすごい色の狐さんが出てきた。風だからかわかんないけど緑が強い。はい、皆さんこんにちは、丸谷愛乃です。ニューデッパ人間の RPG フリー続き遊んでいこうと思います。今日はどこに行くかと言いますと、こちらですね、エクストラの風の試練に行きたいと思います。風属性の強い子たちがたくさんいると思うんですけれども、多分大丈夫、いけると信じて行きましょう。おー、来たよ。もうすでに人がいます。あんた知ってるだか、緑色のデーパ人間は風に強いが、だいだい色のデーパ人間はその逆らしいべ。だいだい色いるよ。大丈夫かな。あ、もうすでにこっちにモンスターが、モンスターがいるよ。人に先に喋りかけたいな。すごい可愛いね、しかもそのモンスター。俺たちはモンスター狩りに来たんだが、下調べが甘かったよ。どうやら風属性のモンスターには氷の特技が効くらしいんだな。そこの商人からいろいろ買えばいいんだが、あいにく持ち合わせがなくてな。まあ、多分氷属性でなくても大丈夫。いけ、リーフドール。え、かわいい。ちょっと倒すのかわいそうなぐらいかわいいです、この子たち。いけいけ、いいよ、しっかり倒していく。よしよしよし、しっかり倒して経験値をもらう。どんな感じなんだろうな。隠しツールとかまたあるんかな。あ、こっち行けないね。こっちには行けませんよって感じね。で、こっちに行く。で、こっちは上に行って、横に行って、あ、モンスター倒す。モンスター倒し終わった。あ、もう一回出てきた。で、先に行く。あ、宝箱がある。宝箱、何が入ってるの。100字でかいぞ、お金は欲しい。うわ、ここにも毒沼あるの？うわ、なんかすごい色の狐さんが出てきた。狐さん、狐さん、よし、狐さん倒した。うわ、毒沼またあるの？ちょっと毒沼にも気をつけながら行かないといけないということですね。うわ、なんかすごいね。風だからかわかんないけど緑が強い。緑が強い。よし、倒した。次へ進もう。ここはなんかでもあんまり隠しツールっぽいところなさそうな感じがする。あ、いるね、モンスター。おー、いっぱいいるな。多いな、ちょっとモンスターがね。宝箱は経験値プラス、ありがとう。よし、うま。よし、個人的にひつかえきつねさんが一番可愛い気がする。個人的にね、きつね系だったら。黄金の扉があるっていうことはもうここボスの前。あんたよくここまで来れたな。俺は彼仲間とはぐれちまってね。それに奥の方で地響きもしてるし、俺の狩りはここ止まりかな。もし疲れてるならこの扉先で回復していくといいぜ。大丈夫、そのまま行きます。なるほど。あ、ここね、どんなボスなんだろう。こんにちは。あー、ゴーレムさん、よろしく。なんか宝箱ある。ぐほほほ、お前ここを通り抜けられてると思ってるのか。いいか、俺はな、力任せの攻撃しかできないが、お前を叩き潰すのはあくびをするよりたやすいぜ。先に宝箱。なに、黄金の鍵、ありがとうございます。よし、じゃあ戦っていきましょう。きっと大丈夫、ウィンドゴーレム戦えます。いけいけ、コーター、やれやれ。ダメージを与えられない。そっか、今クォーターあれか、ゴースト状態だからか。いや、でも強いな、ちょっと。でも大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー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 、ナイスー、倒しました。いいよー。お、証もゲット。よし、倒した。先に進めるようになりましたよ。ここもね、多分ね、火とか氷のところと同じで3箇所ぐらいあると思うから、あとまだボスが多分2匹ぐらい待ってるのかなという印象。来た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 。え、なんか家建ってる。家の中入れる？入れはしない、入れはしない。あ、なんか芋虫みたいなのいるな。あんた、よくもここまで来れたね。この先は毒沼こそないものの、通行止めとか隠しツールとかいろいろめんどくさいらしいよ。隠しツールあるんや。ありがとう、教えてくれて。まあ別に木で通行止めは別に問題ないんだけど、隠し通路っていうのがちょっと気になるな。隠し通路、隠し通路ね。じゃあ壁ドンしながら行かないといけないってことか、隠し通路ってことは。
下の方とかね、見えないところとかしっかり見ないといけない。ここはでも何もなさそう。新しいモンスターもいますね。あ、でも隠し通路っていうかさ、ただこれ木に隠れてるだけじゃないかな。あ、でもありそう。これこれこれ、ここほら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 、隠し通路あった。右上のね、地図でね、ちょこっとね、なんか壁の中でちょっとね見えてるところはね、隠し通路がねありがちな気がする。うわー、なんか飛んでる。で、次はこれはここ大丈夫でしょ。あ、ここ行き止まりで、こっちから行きなさいということで、はい、ここは何もなさそう。強そう。で、こっちに行って、あー、もうすぐ黄金の扉のところじゃん。近いな、なんか今回。で、ここの子たち、あ、ここ隠し通路だ。ここほら、隠し通路あるよあるよ。あ、でもこことつながってるだけだった。あ、でも隠し通路がないとここもしかして、あ、通れなかったんだ。なるほどね。はい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 、来たよ、ボスでしょこれ。なんかさっきからバタバタうるせえんだよな。多分この奥に空を飛ぶでかいのがいるぜ。ドラゴットかな。もしそうならブレスや力技で攻めてくるだろうから注意しろよ。はい、注意します。じゃあ風のドラゴンかな、緑色かな。あ、やっぱり緑色のドラゴンだった。かっこいい。よろしくお願いします。あなた本気で私と戦うつもりなの？よした、方が身のためよと言いたいところだけど、入り口の扉が閉まった以上もう後戻りはできないわね。閉められた。え、ここは宝箱とかないの？さっきあったけど、ここはないの？なさそうですね。戦うしかない。対戦よろしくお願いします。エアドラゴンだった、ウィンドドラゴンかなと思ったけど、エアドラゴンでした。でも大丈夫、きっとこっちの方が強いはず。みんなムキムキになって叩けば大丈夫。完全ナイス、いいよ。おっと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 、ちょちょちょ、風邪ひいた風邪ひいた。ちょ、2回はしんどいやめて、2回目はしんどいよ。まだヒムロは40レベルなんだから、手加減してあげてよ。感電で100ダメージ、ホーストから戻る。いいよ、いけいけ、大丈夫。オッケー、ナイス、勝ちました。強い強い、ナイス。証もね、ちゃっかり手に入れてましたね。で、扉が開くと、よし、回復もできたし先に進もう。なーに、勇気ある者は扉を、疲れし者はワープを選べ。行きます、先に。どんどん先へ進みます。さあ、いますね人が。あんた突風小僧知ってるか？そいつはヨーヨーを使っていろんな攻撃をするから結構厄介なやつらしいぜ。突風小僧、お、なんかいるな、緑色の子が次は、あったあったあった、宝箱 100G ね。もうなんか隊列組んでる、隊列わ、毒沼あるじゃん、毒沼。え、ここももしかしてさ、隠し通路的なのがあったりなんかなかったりなんかしませんよね。ここはでもあんまりめっちゃ、あー、あるじゃん、隠し通路。ちゃっかりちゃっかり壁に反りながらね、歩いていくとね、いける。え、待って、なんか見たことないモンスターいる。証が欲しいから戦っていく戻る。ここは何もなくって、ここは下に行ける。あー、宝箱。何？待って待って、何？青龍の飾り、これ何？嵐を呼ぶ緑のドラゴンの、ドラゴンをかたどった紋章、ドラゴンの勇猛な姿が見事に描かれている。これは家に飾るやつ？違うわ、首だ首。クリティカル耐性と風属性が3つくんだ。なるほどね。え、すごいね、なんかそういうのも落ちてるんだ。しっかりやっぱり見とかないと拾い損ねちゃう。これ、ここは何もなくて、あ、ここね。もうでもボスっぽい気がするな。あ、やっぱりそうだよね。ここまで来たあんたなら知ってるかもしれんが、この奥には青龍っていうのがいるらしいぜ。その姿は神々らしいが、とにかく強くて恐ろしいって噂だ。とにかく強くて恐ろしい、はい、わかりました。怖いけど行ってきます。どんな姿をされているのでしょうか。何？またお客様ですか？騒がしいことです。うおー、すげー、竜だ竜。ドラゴンだった。私は青龍、
私は争い事が嫌いでしてね、できれば戦いたくないのですが、やられたり やり返すのが私の主義でして、もしその気なら覚悟してまいりなさい。覚悟してまいります。よろしくお願いします。青龍さん、ちょっと強そう、やばいかな。大丈夫大丈夫、いっぱい乗り越えてきたからなんとか大丈夫。稲妻、いいよいいよ、しっかり攻撃していく。いや、ももちがさ、全体攻撃なのにずっといつもで体当たりしかしなくて、ちょっと気になってるんだよね。全然あの魔法攻撃をしてくれなくて気になっているところでございますけれども、あ、でも風対風だからかな、そうかもしれない。ももち風属性だし。何を、竹見て、やばい、何も、目にを目を、歯にを歯を、それが私のやり方だ。怖いこと言わないでもらっていいですか。大丈夫、動けるようになった、ナイス。ボリップくん、怒ってごめんね、青龍さん、許して。あ、倒せた、よかった。よし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 、やったね、倒せた。とりあえず倒せた、いいけれども、ここには特に何もないね。でも証も結構いっぱい手に入れれたな。お、よくぞ生理を倒したな。俺もいいとこまで戦えたんだが、最後でぶっ飛ばされてこの邪魔だ。とにかくあんたすごいぜ。この宝を取って堂々と島に帰りな。帰るぜ。なにこれ、あ、ジュエル、ありがとう。よし、クリア。ボスはね、全部証取れた。それ以外の子があんまり取れなかったかな。めっちゃいっぱい証たくさん手に入りました。それ以外のものもたくさん手に入ってね。ほらほら、めっちゃいっぱい証手に入ったよ。あと4つ、あ、じゃああと5つ。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。次回はね、次のところのエクストラ、これですね、土の試練に次行きたいなと思います。あ、また増えてますね。うわ、70ドラゴン強そうなんだあのドラゴン強そうなんだけど。ということで次回はね、土の試練に行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。